こんにちは、ウェルビーイング副社長のティラノです。今回はちょっと掘り下げランナーさんという新企画をやっていきたいなというふうに思います。で、この企画はですね、どういう企画かっていうと、まあ私がですね、こういろんな市民ランナーさんからお話をちょっと聞いていきまして、で、まあそれぞれこうキャラの違う方にまあいろいろちょっと質問などをしてですね、まあどういうことを練習でこう工夫されているのだとか、まああとはですね、走り始めたきっかけだとか、まあいろんなところをこうお話をいただくと、まあそういったコーナーでいきたいなというふうに思います。で、早速今回お一人ちょっとお越しいただいているんですけれども、こちらですね、はい、酒井雄介さんという方ですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、酒井さんは弊社のウェルビング株式会社 のウェルビングオンラインスクールをはじめ、まあ、様々なコンテンツを受講していただいている方で、まあ、受講前がマラソンが3時間13 16分6分ですね、はいはい、という記録だったのが、はい、まあ、今はですね2時間33分と、はい、まあ、1年で劇的な飛躍をされて、2時間33分といったらもう超エリート市民ランナーの部類に入るので、まあ、もう本当に私としてもいろいろ勉強したいなというところがあるので、まあ、今日はいろいろとお話を聞かせてください、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、では早速なんですが、はい、酒井さん、お名前とご年齢からちょっと自己紹介、はい、いただいていいですか。はい、酒井雄介です、はい、年齢は32歳です。はい、ありがとうございます。今32歳ということで、お仕事はどういうなんかサイクルで仕事されてるんですか、はい、普段。もう今はまあ、公務員日勤で、はいはい、9時から17時半の仕事で、はいはいはい、まあ、普通の公務員という形で、はいはい、ということはもう基本的に平日はそうです、ね、もう仕事終わりとか、はい、まあ、もしくは仕事前にちょっと走って、はいはい、でがっつり練習するのはもう土日って感じですかね。そうです、まあどちらかで朝仕事前に、はい、まあ、ちょっと早く起きて走って、はい、まあ、そうですね、土日ちょっと長めに練習時間のかかるメニューをしたりという形で計画してやってます。はい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 。朝っていうか平日の仕事前とかもしっかり走ることとかあるんですか、はい、逆にもう多分しっかりと走る方だと思います。そうなんですね、はい、結構追い込む時ってどれぐらい走るんですか。普通にもう何ですかね、インターバルとか、はい、テンポ走とかジョグとか、はい、平日関係なくもうやりたいメニューをやります。すごいですね、はい、じゃあもう結構仕事だろうがもう関係なくしっかり追い込んでから仕事に行かれると。仕事の時にはもうヘロヘロです。ヘロヘロですよね。でもすごいですね、それでこうトレーニングを継続されてということなんですけど、じゃあちなみにその酒井さんが走り始めたのっていうのはいつからなんですか。ちょっとうる覚えで申し訳ないです。多分30歳、はい、なので2年前、ほんの2年前ぐらいがちょうど30、まあ、3時間16分出すっていうか、その時までにもやっぱり、まあ、はい、マラソン走ってるんで、まあ、そこを経験年数に入れるとあれなんですけども、はい、まあ、実際ウェルビング株式会社さんで本格的に、あ、もうマラソンでタイム目指したいなって思い出したのがちょうど2年前ぐらいですね。あ、そうだったんですね、はい、あ、いや嬉しいです。そうなんですか。もともとちなみに陸上競技を、はい、例えば学生時代やってたとか、はい、陸上経験っていうのはありました。高校3年生まで、はい、学校の野球部で、はい、もうちょっと野球をされてて、野球だけ。野球でもずっとこう走るとかそういうのは走り込みみたいなって多かったですか。多分野球されてた方はイメージできると思うんですけど、はい、1年生はボールを触れることがほとんどない、まあ、ほとんどランニングと筋トレなんで、まあ、そこでこの能力は培われたから、はい、なるほどなるほど。確かにそう考えると、はい、学生時代からのこう基礎体力っていうのはそこで、多分そこで、はい、決められてたと思います、はい、それはでも確かに大きいのは大きいですよね、はい、いやとはいえ、まあ、やっぱり陸上を本格的にやってたっていうわけではなかったと思うので、まあ、その実際どういう練習をやってったらいいかとかって、はい、本当の最初走り始めた時っていうのはあんまりわからなかったっていう感じです、はい、むしろインターバルって言われてもみたいな。なのでまあ、職場の人で、まあ、陸上部やってた、はい、まあ、その人は3000とか5000とかやったと思うんですけども、はい、まあ、その人と一緒に朝ちょっと周回コースを10キロ走ったりとか、だからその強度とかとりあえずわからないんで、はい、まあ、今思ったら常に全力タイムトライアルでした、はい、常に全力。そうですよね。いやもうそれしかわからないです。すごいですよ。ちなみに常に全力タイムトライアルって、はい、その時ってタイムトライアルってどれぐらいの距離されてたんですか。だいたい10キロ、はい、ですね。それは頻度は毎日とか、まあ、月から金の間で週3、4をやったらまあ頑張ったかなっていう。すごいですね。週3、4回10キロタイムトライアルできる人なかなかいないですよ。タイムトライアルで言うのが、そうですね、多分タイムを見返したら、まあ、
タイムトライアルじゃないよ確かに全力ってねやっぱりある程度合わせていかないと出せないですからね、はい、とはいえその時の全力は常に出してっていう、はい、実際でもその時のベストタイムっていうのが3時間16分、うん、はい、はい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 。でそれが、まあ、まさにその2年前とかぐらいの時ってことですよね、はい。そこからの2年間っていうのは、まあ、あのまさに弊社のウェルビングオンラインスクールなど、まあ、受講していただいてからだと思うんですけれども、それ受講されてから具体的にどういうことを変えていかれたんですか？あ、もう、まあ、結論から言うと池上さんのブログとか、はいはい、ウェルビングオンラインスクールですよね、あれのトレーニング編とかとほぼほぼやってることは一緒で、はい、なのでインターバルといっても、まあ、一人ではなかなかわからない部分もあるんで、はい、まあ、試しですけど、うん、ファルトレックとかですかね、はい、そういうあのテンポ走って言われるようなこういろんな刺激を加えながらっていうのを意識して、はい、でまあマラソンなんで初めてその30キロ走とか、まあ、やったこともなかったんですけど、はい、まあ、そういうのにもあちょっと足を踏み入れてなるほどなるほどチャレンジしていって、はい、じゃあまさにこうもともとはタイムトライアルの、はい、まあ、一本やりというかそれをずっとやっていったところからもう練習のバリエーションが増えたっていうような、あ、もうそうです、もうはい、強度でいうと多分10キロタイムトライアルやってた時と比べてもそんな変わらない、あむしろ強弱がちゃんと強弱ついてなるほどなるほど、気持ち的にはそっちの方が楽だったりとか、楽です、はい、あやっぱそうですよね、いやタイムトライアルはきついですよ初めてあの、まあ、ポイント練習っていう意味も知って、はい、陸上にはそういうポイント練習っていうのがあるのかという、ね言ったらその前毎日ポイント練習とか毎回はポイント練習みたいな感じですもんね、感じとしてその10キロを毎日やってたらだん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 速くなってくるだろうという考えが、はい、あそれは違うかったんやっていうのが、はい、まあまあ、今更なんですけどそういう講義を受けて、まあ、分かったといいますか、いやお役に立って嬉しいですねやっぱりこう仕事もやっぱりでもフルタイムでこう忙しい中だと思うんですけど、なんかその両立していく上でちょっとこう気をつけていたこととか、はい、なんかこう工夫したこととかってあるんですか？逆にも、まあ、僕の仕事形態とか、まあ、家族もあるし、ライフ形態もあると思うんですけど、はい、仕事終わりに走ろうって思うのが僕は多分無理やなって、なんかもう、はい、多分疲れたからやめようとか、はい、なのでできる時にやるというよりかは、もう朝絶対この時間に起きてこの時間練習するっていう、まあ、確保というかもう絶対ここでやるっていうのを決めて、はい、まあ、練習させてもらってたような感じですから、ね、はい、いやそうですよね、ご家族もねいらっしゃいますもんね、はい、で家族が起きる前に練習終わらせてそれまで帰ってくるっていう感じですね、スーパーお父さんですねいろんな方がいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、もちろん独身であのまあ趣味でこうランニング頑張ろうってされている方もいて、あるいはもう子育てはある程度こう落ち着いて、まあ、その趣味を見つけたいなっていうので始める方もいらっしゃる中、はい、やっぱりもうがっつりもうさなかじゃないですか、です、ね、子育て世代さなかっていうか、はい、ね、やっぱりこう続けていけるっていうのは何かしらのモチベーションって必要かなと思うんですけど、はい、なんか酒井さんにとってなんかモチベーションとかってあったりするんですか？モチベーションですか、はい、あこれがちょっとまだ分いろいろ要素あるんですけど、今思いついた一つとしてはやっぱりフルマラソンで、まあ、自分の納得いくじゃないですけどこのタイム出して、はい、まあ、最初には自己満足にはなってしまうと思うんですけど、はい、やっぱ仕事だけとかよりかはなんか自分で武器じゃないですけど、はい、強みっていうか自信持てるもん作りたいなっていうのが、はい、まあいろんな要素のうち一つかなと思います。ランニングを通して、まあ、その自分の自信を持てる何かを作りたいと、ね、はい、自己実現にも近いようなイメージ。あ、そうですね、ですかね。どうですかランニングを、ちなみに、まあ、酒井さんの場合、はい、本当にタイムも劇的に上がってますけど、はい、やっぱりタイム上がるってのはもちろんなんですけど、そこに至るには継続的なトレーニングが必要だと思うんですけど、はい、やっぱり 毎日しっかりランニングをされて、はい、変わったなって思うところありますか？思ったとかすごいなと思ったのが仕事にものすごくいい影響は、はいはい、なぜかというと多分マラソンで結果出すためにも結局なんかこの日レース、はい、まあ、半年間かけてなんか集中するってなかなかできることじゃないと思うんですけど、はい、結構それを仕事に当てはめるとなんですか、ね、意外に仕事もうまくいくといいますか、はい、なんかちゃんと逆算して考えてやるとか、はい、それが結構あの、まあ、入上さんの講義も、まあ、メンタル面と、はい、トレーニング面と、はい、でリカバリー面その3本がマラソンだけじゃなく完全に今仕事とか、まあ、自分の生もっと言えば自分の生活に影響、はい、いい影響を与えてくれてるので、はい、その辺はすごい、
まあ、マラソンというモチベーションでありながらもなんかすごい仕事の方にもプラスになってるという感じです、はい、まあランニングに限らずですけどやっぱりその何かしらこう打ち込めるスポーツだったりとかね、はい、ライフワークがあると仕事も充実したり、はい、双方にこういい影響って出てきますよね。じゃあもう一つちょっとお伺いしたいのが、はい、まあこれは酒井さんがやっぱりこうしっかりトレーニングを積まれてちゃんとこうタイムとして結果も出されているからこそちょっと、はい、他の市民ランナーの方も気になることだと思うんですけど30キロ走とか、はい、まあ、マラソンする中でコアになるきつい練習あるじゃないですか。あ、はい、で酒井さんって基本一人で練習されてるんですよね、はい、なった時になんかそういうきつい練習に立ち向かっていく、はい、その気持ちの持っていき方というか、はい、なんかどうやって練習に対して気持ち作ってあるのかなっていうのは、はい、まず多分僕のメニュー見て、はい、多分あこれできるっていう人が結構おるんじゃないかなっていうのが僕の感覚で、はい、でまあ、他の SNS の方の投稿を見て、でなんかプロフィールとかにフルマラソン2時間何分とかで、はいはい、でこの人のメニュー見たらあ絶対できひんっていうようなメニューだから、それに比べると僕のメニューは多分え絶対いけるわっていうようなメニューになってると思うんですけど、はい、なんで、まあ、池上さんのブログとかでも、まあ、ブログとか多分一番大事なところはそのトレーニングに対して、まあ、体が弱って適応すれば、はい、っていうことなんで、なんでインターバルするにしても最初から今日は1キロ何分で走ろうと思って、はい、絶対に多分毎週やってもこの週行けたけど次の週とか、まあ、結構体の感覚的に無理なことってあるんで、はい、まあ、とりあえずあんまりタイムはそこまで気にせず、はい、元々目的とする刺激、まあ、それ入ったらいいやろぐらいの感覚。30キロでもだから最初からもう求めているペースで走ってしまうと、はい、多分体がその適応できる状態じゃなかったら多分ものすごく悪い練習にもうしんどいだけに終わるんで、最初は様子見ぐらいから でだんだん気持ちよく上げれていって、はい、じゃあまあこんなもんでいいだろうというような感覚で、まあ一人やからこそできる練習でもあるんですけど、はい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 、最初からガチガチにこう数字を追い求めていくんじゃなくて、はい、ちゃんとこう自分のまあ状態とか、はい、まあ、そういったところを見ながら様子見て、はい、でいけそうだったらそこからちょっとこう上げていくとか、かっこいいこと言ってるでも昨日池上さんとも話して、はい、まあ、一番はやっぱり怪我をしな はい、はい、まあ、あほんまになんかストーンと落ちて、あ、はい、そういうことやんなって、やっぱり僕もちょっとこの前7月8月3、4週間走られへんかったんですけど、はい、まあ、あれほどうん、無駄じゃないですけどもう苦しい時期はないと思うんで、はい、やっぱ走り続けれる怪我せえへんっていうのがやっぱり一番の目的にしてたら、まあ、そういうオーバートレーニングとかなく、まあ一番やっぱ継続できる継続できることしんどいことしてしまうとやっぱりもう明日やめとこうとか、もう走るのが嫌になってしまう可能性があるんで、はい、それはないように心がけてやってます。最後に、まあ、酒井さん今フルマラソンのベストは2時間33分、はい、でハーフマラソンがその時の通過で出した2時間16分ぐらいですね、はい、ベストということなんですけど、はい、今後の目標ってありますか？やっぱり2時間半は絶対切りたいなっていうのがあって、はい、でまあちょっと2時間20分とか、まあ今まあ32歳で、あの池上さんおっしゃったように、あの有酸素能力でこう10年15年ぐらい伸び続けるので、まあ単純計算45歳、はい、それぐらいまでなんか記録を求めてというか、どこまで走れるかやってみたいなっていうのは、はい、思っております。すごいですね、はい、鉄人のマラソンランナーの、やっぱ言っていただけるとやっぱ調子乗るタイプなので、はい、あ、できるかないやもうぜひですね、もう酒井さんの2時間10分台とかで突入していただいてもう弊社のこうもうユニフォーム着て走っていただきたいぐらいですね青写真が描ける、青写真が私が勝手に描いちゃってるだけなんですけどいやありがとうございます。ありがとうございます。これからもちょっと今後とも一緒にランニング頑張っていきましょう、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今回ですね、まあもう本当に2時間33分という記録を持つ、しかもそれをこう基本的に一人でトレーニングをして、まあ、あのご自身の頭で考えてで実行してということを繰り返して本当に着実にあの記録を伸ばしてこられた、酒井さんという市民ランナーの方にお越しいただきました。まあ、本当にこのお話の中にもありましたけれども、まあ、怪我をしないということと、あとはですね、しっかりとそのトレーニングに体を適応させていく、だからトレーニングやりっぱなしじゃなくて、ちゃんとそのトレーニングをしてどういう効果を得るのかとか、
まあ、そういったところも含めて考えてトレーニングしていくことが大事だということをおっしゃっていましたので、まあ、ぜひですね、この対談が皆さんにとっても役に立つものになれば嬉しいです。弊社のウェルビーイング株式会社ではですね、ランニングに関するコンテンツっていうのをどんどん配信しております。まずはですね、無料メルマガなんかでもいろんな情報を出しておりまして、まあランニングに関する知識、情報、こういったことを欲しいという方はぜひ概要欄から登録いただけたらと思います。そして酒井さんは関西にお住まいの方なので、関西で何かレースに出るときには酒井さんを見かけたらぜひですね、皆さんも声をかけていただいて、ランナーつながりを増やしていただけたらと思います。はい、それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。長距離走マラソンが速くなりたい方へお知らせです。今1分だけお時間いいですか？ありがとうございます。私が副社長を務めるウェルビーン株式会社は、大阪マラソン日本人トップのプロランナー経験もある池上秀之と共に経営しています。この池上さんが書いた長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントという小冊子を今無料でプレゼントしています。このプレゼントの受け取り方は、動画概要欄より URL を押して私の無料メルマガに登録するだけ。たったの30秒で小冊子があなたのお手元にすぐに届きます。私のメルマガに登録していただくメリットは、超効率的なトレーニングプログラムの作り方を学び、トレーニング効果を最大限高めるリカバリー戦略を学び、またレースで結果を出すための心の使い方が分かるようになる情報がどんどんお手元に届くことです。想定し得る唯一の問題は、あなたがメルマガ登録をしていただいて、そしてもしお役に立てなかった時、メルマガを解除した後のメールボックスの中にプロが書いた小冊子、長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントがあなたのお手元に残るだけです。ぜひこの機会に無料メルマガ登録されてみてはいかがですか？